はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パタラです。今回はまたリーク情報となるんですが、前回にね 100% 警察アップで来ると言っていた270万人超えのミスターボス氏が、なぜかねだんだん次のアップデートはカジノ強盗になるんじゃないかって言い出してるんですね。これ 100% って言っちゃってたのに、なぜカジノ強盗なのか。そして今回ね、この場所にカジノの強盗にね出入り口に使うんじゃないかって言われてるのも、これもねなんかね濃厚だ濃厚だってかなり言ってます。さらにね、他のねモッドを使ったね、映像とかもね使ってね、これがねカジノ強盗の、現場になるんじゃないかとか言ってて、結構ね半分ぐらい批判食らってるのかな。多分ね警察アップでどうしちゃったのどうしちゃったのとかね、モッドのね画像を見て、これ本当にあの強盗来るのとかって言われてますね。そんな感じで、まずはね12月に、大きなアップデートは来るのは間違いないと思うんですけども、警察アップデートになるのかカジノ強盗になるかっていうのがかなりね怪しくなってきてます。どっちなのかはっきり言ってまだねロックスター公式は出さない限りわかりません。そしてね、このデータも、なんかこれがね、何かな、競馬のところがねないからどうのこうのってね怪しいとかなんとかって言ってるんですけど、多分これねモッドなんじゃないかなと思います。これリークというよりもねモッドのね映像かなと思います。なんかかなりね謎なことをね言い出してますね。それからね、さっき言っていたね、そのカジノ強盗と思われるね、まあフォトショップってやつですね、合成ですね、そういったね映像がねこちらとなってます。これがね、カジノ強盗来るんじゃないか来るんじゃないかって言われてるね元となってるようですけれども、大きなねアップデはね来るには違いないと思うんですが、警察アップデなのかカジノ強盗なのかまだまだね分かんない感じになってます。そして前回ね7月の末ぐらいにカジノアップデートってあった時に、3、4週間ぐらいかけて1週間ごとにね入り口をねコロ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 ねちょこ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 ね、まあ足してって大きなアップデートをバンと持ってきましたね。まあそういったことをねまたやるんじゃないかと言われてます。なので濃厚なのがね12月17日ぐらいかなとかって言ってたのに、本当に17日に来るかは不明です。そしてそれがね1週間2週間3週間ぐらいかけてやっと完成ってなる可能性もあります。まあこれねストーリーの方の映像なんですけれども、カジノアップデートからもうね 3、4 ヶ月ぐらいもう経ってます。そしてね旧カジノの映像を見て、あ懐かしいなって思う部分と何か違う点あるのかなっていうの部分ね、ちょっとね見比べたんですけれども、まあこのあたりね、全然ね参考にならないですね。そしてトンネルのところ、出入り口がねやはりなかったんですけれども、それがねカジノアップデート後に追加されたのか、ここ最近に追加されたのかっていうのはねもうかなり不明です。なので、大きなアップデートが来ると言われているので、お金は貯めといてください。この動画でねお伝えしたいのはリークもそうなんですけれども、じゃあカジノ強盗が来るならいくらお金必要なのか、警察アップデートが来るならいくら必要なのか、おそらくね3000万ぐらいはね持ってた方がいいと思います。前回のカジノアップデートでおそらくね 3,4 千万ぐらい全部買ったとしたら、使ってます。毎週毎週のようにね車が追加されました。そしてカジノアップデートが来たことによって GTA 5は、よくねオワコンオワコンって言われるんですけど、意外とね世界で一番売れている、まあオンラインゲームっていうかね、そういう風にねなってきてますね。でいろんなねギネス記録とかも出てます。なので、おそらく大型アップデートが来て、またね毎週毎週のようにね何か追加をさせてくるんじゃないかなと思います。なのでお金は稼いどいてください。結構ね久々にねこの駐車場とか見るとね、前回昔の方がね広いんじゃないかなと思いますね。この時の方がね車両のね、上げるブリッジとかねやりやすかったんじゃないかなと思います。まあ、今回ね新しくなって綺麗にはなってますけれども、まあちょっと狭くなったような気がしますね。まあ結構ね懐かしいですね。こういった感じでねストーリーは未だに昔のねカジノの状態になってます。ではお金稼ぎどうやってやればいいかというと、パパテラのチャンネルの方で、このね、トップのところなんですけれども、再生リストというものがあります。これね動画っていうところを押すと、まあ大体最新の動画が見れるんですけど、次に再生リストとあります。この中に
今できるお金稼ぎ何月何日っていうのがね、常にね、毎日一応確認して更新してます。まあ 100% じゃない部分あるかもしれません。急に修正入るとそこをうまく更新できない場合もあります。けれどもね、海外のねコミュニティサイトとかも確認しながら、これはできるできないとか、あとはコメント欄からやたらとできないできないってなったらちょっと確認してみるっていう感じで、今できるお金稼ぎっていうのはここにあります。そしてコミュニティっていうのは、パワテラからね、ちょっとパッとね、お伝えしたい内容とかをね、あります。どんなことをね、最近書いてるかというと、まあ、修正が入ったらこれ修正入ってますとかも言ったり、またはね、放置ジョブっていうものを今ね、なるべくね、ホストするようにして、フレンドさんがいなくても、放置ジョブ、専用アカウント、パパテラが作った放置ジョブ専用アカウントに参加すれば、毎日お金稼ぎできますよといってね、案内を出してますので、ぜひね、このね、コミュニティとかもたまにね、チェックしてみてください。そしてね、今できるお金稼ぎというのは、もうかなりあります。まあ、グリッチから非グリッチ含めてね、いろんなのがあります。強盗のね、ループとかもね、今報酬2倍とかなので、ぜひね、次の木曜までにやってみてください。そしてね、パパテラジオというチャンネルもね、曜日のチャンネルなので、ぜひね、チャンネル登録お願いします。今さっきね、言ってた、パパテラ放置ジョブの専用アカウントというのは、PSID で言うと、パパテラ INC と書いてあります。この通りね、フレンド枠はまだね、1700人ぐらいはね、全然ね、空いてると思うので、ぜひね、フレンド申請してみてください。そしてね、放置ジョブがだいたいね、12人までできるものなんですけど、12人だとすぐ埋まっちゃいますので、まあだいたい2時間ぐらい、夜の10時から12時ぐらいにかけて、フレンド申請はね、だいたいね、許可していきながら放置ジョブを立てて、12人満タンだったら次のセッション、でまた放置ジョブホストをするっていうのね、繰り返しをして、今日のね、まあ、第1回目やった時には第7グループぐらいまで作りました。なのでね、まあ、5、60人ぐらいはね、放置ジョブにね招待することできたかなっていう感じです。またホストが抜けてしまうと、なんかね、ラウンド数が4とかに減っちゃったりする場合があります。まあ、そういった時はね、どうにもならないので、とりあえずそのままね稼いでください。ただしね、32時間とかね持たない可能性ありますね。なので報酬はちょっと減るかもしれないですけれども、まあ10分ごとにもらえるね1万ドルとか、負けてもね5000ドルっていう部分は変わらないと思いますので、そのまま継続してみてください。まあ大きなアップデートが約ね2、3週間後に来ると言われているので、毎日毎日100万ドル稼いだら、もちろん2000万3000万近く行く可能性あるので、お金どうしてもね放置ジョブ、なかなかコミュニティとか使えないっていう人は、そちらのアカウントをうまく利用してみてください。こんな感じでね、リーク情報とお金稼ぎのまとめです。よかったら参考にしてみてください。